たてふかふかの美味しいまんじゅうだよ。いい匂いにつられてお腹が鳴っちゃいました。なあなあ、そろそろ休憩しようぜ。おいらも腹減っちまったしよ。すみません、おまんじゅう3つくださいな。はいよ、かわいいお嬢ちゃんに一個おまけしてやろう。うわー、いいんですか？ありがとうございます。待って、待ちなさい。なんだ、あっちの方が騒がしいみてえだぞ。何かあったんでしょうか？行ってみましょう。そこの人、待ってください。ペコの姉ちゃんじゃねえか。何かあったのか？実は。すみません、お腹が空きすぎちゃって力が。パワー、大丈夫ですか？
無事みたいです。あーよかった。荷物無事でよかったですね。盗んだ人はどこかへ逃げちゃったみたいですけど。まあとりあえず荷物はちゃんと戻ってきたので今回は良しとしましょう。ビーさん
これすっごく美味しいです。確かに味は悪くないけどよ。そうでしょう、そうでしょう。なんたって今回のお弁当は私の自信作ですから。それにしてもなんで魔物なんか弁当にしようと思ったんだ。自分が奪った命は感謝と敬意を持って残さず食べるのが命に対する礼儀ですから。たとえどんな魔物であっても残さずきちんと食べ尽くすのが私のポリシーなんです。私お店のお使いで森の奥にある村によく行くんですけど、道中って結構魔物が出るんですよね。なのでお弁当にしていつでも食べられるようにしようと思った次第です。なるほどな。ペコリーヌさんすごいです。そうですよね、見た目だけで食材を粗末にしちゃいけませんよね。でもオイラはやっぱり見た目もちゃんと美味しそうな料理が食べたいぜ。人によって好き嫌いはありますからね。でも食わず嫌いするくらいなら一度食べてみるのをおすすめします。なるほど、私たちが普段食べないものでも実は美味しいものがあるんでしょうか。ルリアちゃん、もしかして新たな食に興味が湧いちゃいましたか？やばいですね。それなら私が皆さんをおすすめの料理店にご案内しますよ。そして私と一緒にめくるめく美食の世界を体験しましょう。いいんですか？私、もっといろんなものが食べてみたいです。じゃあ、早速みんなで行きましょう。きっと新しい世界が見えちゃいますよ。なんだかオイラすっごく嫌な予感がするぜ。ミーさん、ほらほら早く行きましょうよ。一人で大丈夫かい？大丈夫です。私こう見えても結構力持ちなんですよ。
うですね。私人探しをしてまして。身長はこのくらいで、黒髪で膝丈くらいのマントをつけてる男の子、ご存知ないですか？私この街でずっとお友達と一緒に探してるんですけど、全然手がかりも見つかってなくて。いや、心当たりはないね。ごめんよ、力になれなくて。そうですか、しょんぼり。やあ、ペコの姉ちゃん、すっげえ荷物だな。こんにちは、お買い物中ですか？リエさん、ルリアちゃん、それから団長さんも、おいっす。明日からグルメ祭りが始まるので、店長に頼まれてお店の食材の仕入れ中なんです。大食い大会に出場しているときはお店のお手伝いができませんからね。その分今働いているんです。姉ちゃんの店に直接届けてもらえばよかったんじゃねえか？そうですね。いつもより多いですけど、このくらいなら楽勝ですよ。それに自分でお買い物すればお店の人にあの人を見かけてないか聞き込みもできるので。まあ残念ながらこれといった情報はまだ手に入ってないんですけどね。そうなんですか。私たちの方も特に新しい情報はなくって。ルリアちゃん、そんなに悲しい顔しないでください。よしよし、大丈夫ですよ。屋台の美味しそうな匂いにつられて姿を見せるかもしれませんし。おっと、もうこんな時間。私はお店に戻りますね。じゃあオイラたちも荷物を運ぶの手伝うぜ。一人じゃ大変だろ。あ、いいんですか？ありがとうございます。団長さんたちは優しいですね。困ってるやつを助けるのは当たり前だもんな。営業妨害じゃないか。どうしたんでしょう。何か揉めてるみたいですけど。営業妨害？言いがかりはやめてほしいですね。しらばっくれるつもりか。うちがもともと頼んでいた分の肉まで買い占めておいて。何かと思えばそんなことですか。私は急遽必要になった食材を正規の手順で入手しただけですよ。まあ繁忙期ですから、それなりに手数料はかかりましたけどね。金は払ったんだから問題ないでしょう。それじゃ私は失礼しますよ。あんまり難癖をつけるようなら、こちらにも考えがありますからね。店長、
ペコリーヌちゃん、見てたのかい。実は。あの肉がなければ、このままじゃ今年は大赤字。いや、店が潰れるかもしれない。でもよ、その買い占められちまった肉を使わない料理は出せるんだろう。それはそうなんだが、グルメ祭りはこの町の店にとって一番の稼ぎ時なのさ。どの店も気合を入れて、普段より単価の高い特別な料理を用意するのが通例でね。それが出せないとなると売り上げが落ちるだけじゃない。美食の意識が低い店として悪評がついてしまうんだ。そうなるともう客は入ってこない。それがこの町の常識なんだよ。そんな、他に手に入れる方法はないんですか？隣町のお店とか。いや、あるとすれば自力で狩るしか。狩るですか？そうさ、この町の近くにある森の奥に野生の巣があってね。それなら私の出番ですね。任せてください店長、腕には自信があるんです。いや、ダメだ。近頃巣の近くに魔物が住み着いて、漁師が何人も命を落としているんだ。でも足りない肉が手に入るんだろう。大丈夫だって、オイラたちも手伝うからよ。その気持ちだけで十分だよ。森に住む魔物はあの時の魔物よりはるかに危険だ。いくら君たちが強くても最悪命に関わるかもしれない。だからどうか行かないでほしい。店長。大丈夫、メインがなくともなんとか店は開けるさ。私の料理を待っている人がいるからね。まったく、ひでえ野郎だぜ。人の分まで独り占めするなんてよ。店長さん、すごく落ち込んでましたね。お店も潰れるかもしれないって。決めました。私、森へ行きます。あんな悲しそうな店長を見て黙ってなんていられません。突然働かせてほしいってお願いした私を店長は快く受け入れてくれました。毎日美味しいまかないをご馳走してくれたり、試作品を分けてくれたり。
短い間ですけど、すごく親切にしてもらったんです。何より店長がグルメ祭りのために毎晩遅くまで新メニューの開発を頑張っているのを見てましたから。店長の努力が無駄になるなんてこと絶対にさせたくないんです。私、店長の料理が大好きなので。ペコの姉ちゃん、よし、オイラたちも手伝うぜ。はい、みんなが一緒ならきっと大丈夫です。ありがとうございます、団長さん。こんないい人たちとお知り合いになれて、私とっても幸せ者です。それじゃあ早速向かいましょう。店長が心配しないように全員無傷で帰ってきましょうね。この辺、魔物も全然見かけねえな。本当に巣なんてあんのか？ありました？おー、何かが通り抜けた跡ですね。結構真新しいみたいなので、まだこの辺にいるかもしれません。追い詰めましたよ。さあ、観念してください。なんだ？地面が揺れてます。ここで引くわけにはいかない。
いけません。お店のため、店長のために食材を持ち帰らないといけないので。行きますよ団長さん、サクッと片付けちゃいましょう。何があったんだい？それにその荷物は。どうしても店長が困っているのを放っておけなくて。団長さんたちにもお手伝いしてもらって食材入手してきました。これはどうやってこれを。魔物には合わなかったのかい？あの大きな魔物なら二人がやっつけてくれました。他に魔物の気配はなかったし、またこの町の奴らも狩りができるようになると思うぜ。
まさかあの魔物を。にわかには信じがたいけど、ここにある食材が証拠か。あの店長、やっぱり怒ってますよね。いや、そりゃ森へ入ったことには驚いたけど、だけど無事に戻ってきてくれたし、こんなにたくさんの食材も持ってきてくれたからね、ありがとう。これで料理もきちんと出せるよ。君たちはうちの店の救世主だ。喜んでくれたならよかったです。私もお腹が空きました。それならこの肉を使ってまかないを作ってあげよう。はい、いいのかおっちゃん。ああ、すぐに用意するから、その辺に座って待っててくれ。私の感謝の気持ちだよ。さあ、遠慮なく食べておくれ。そういうことなら遠慮なく。皆さん、冷めちゃう前にいただきましょう。